はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。11時をちょいと過ぎましたですね。もう4月も13日になりました。早って感じですね、ほんまに。今朝日経平均は上がってますね。414円、調子やんっていうか417円ですね今ね。ドル円は 125.58 ですね。まあ、昨日からそんなに動いてない。原油がね、再び101ドルになりました。なんでやろう、ようわかりません。行きましょう。産経新聞にこんな記事が出てました。これは、昨日の12時、20時33分ですね。独自、オーカス参加、米英豪が日本に打診。極超音速兵器など技術力期待というタイトルで、ちょっとだけ読むんですね。米国、英国、オーストラリアの3カ国がインド太平洋地域の安全保障枠組みオーカスに日本の参加を打診していることが12日分かった。極超音速兵器開発や電子戦能力の強化などで日本の技術力を取り込む狙いがあると見られる。日本政府内ではオーカス入りに積極的な意見がある一方、米英豪参加国とは2国家の協力枠組みがあるため、参加の効果を慎重に見極める考えもある。まあ以下続きますけども、オーカスっていうのはですね、オーストラリアの A ですね。それからユナイテッドキングダムの UK ですね。あと US ですね。それをつなげてオーカスです。まあ、もともと仲ええやん、あいつらっていう感じですね。で、全部英語の国です。そこに日本も入るよと言ってるわけですね。まあ、別に全然、その、オーカスということでなくっても、別に日本とアメリカと、あるいは日本とイギリス、日本とオーストラリアって別に普段から友好関係にありますし、いろいろと協力する仕組みではあるんで、まあ別に入ってもいいし、別に、そうですね、入ってもいいと思いますけどね、全然ね。で、クワッドっていうのがありますね。これはですね、日本が温度を取ってですね、あれは確か安倍さんの、もともと安倍さんの構想と言われてますけども、対中ですね、対中、まあ、なんて言いますかね、対中同盟みたいな枠組みで、日本、オーストラリア、インド、アメリカですかね。インドが入ってるということですね。で、インドというのはロシアと友好的な関係にありまして、だからですね、今回の対ロ制裁には加わっていません。で、あれですね、中国とは対立関係にあります。というのは国境紛争を抱えていましてです、ね、国境紛争ではですね、常に大体中国に押され気味です。1960年代に武力衝突になったんですけど、これもほぼほぼ中国が優勢のうちに終わっているという感じでございまして、インドは中国に対して非常に警戒感を持っているわけです。で、クワッドの枠組みに入ることは割合すんなりと言ったんですけども、ただどう言いますかね、中国から敵視されることは異様に恐れてますね、インドに関しては。今回のロシアのことについてはですね、私は関係ないと対ロ制裁に反対ということでなってます。明快にロシア側の立ち位置を示しております。まあまあまあそういう関係にあるんですけども、今このあたりで最も問題なのはお隣さんですね。お隣さんはどっちやねんっていう話だって、クワッドに、クワッドができた時はもうすでにムンジェイン政権やったと思うんですけど、もちろん日本はですね、クワッドに入るよというふうに声をかけなかった。お隣さんもですね、入れてくれとは言わないわけですね。なぜかと言いますと、お隣さんはですね、
経済的にですね、かなり中国に依存しているところが大きいわけでした。そうですね、貿易額の対中貿易が確か一番、ではなかったんですかね、対、どこの国と一番業産取引してるかっていうのは確か中国が一番多かったような気がします。売りも買いもそうですね、輸出も輸入もそうですね、かなりそっちの方の依存度が高いということになります。で、2015年でしたっけね、2016年だったかな、サードというのをですね、パク・クネ政権が導入したときに、もうまあ制裁と言ってもいいぐらいのですね、嫌がらせを受けまして、ロッテ百貨店は追い出されました。で、団体旅行禁止と、それから韓流タレントの活動も禁止と、ゲームの輸入も禁止と、まあ明快に言うてはないんですけど、そういう動き、あからさまな嫌がらせを浴びたわけですね。で、だから非常にこう中国に対しては伝統的に弱腰なわけですね。だからクワッドに入るなんてのはとんでもありません。お隣さんにとっては。で、特にムンジェイン政権の5年間ですね、もうすぐ終わりますけども、ムンジェイン政権の5年間はですね、本当対中、なんていうのかな、美中外交といっても、こびるという感じですけど、を続けてきました。で、今回ですね、ユン・ソクヨルさんという方が新しい大統領になったんですけども、ユン・ソクヨルさんが新しい大統領になって、アメリカ、対米関係重視というふうに言ってはいます。でもうすでにですね、あれをユンさんのですね、施設団がですね、アメリカに行きました。で、いろんな人とですね、まあその、大臣級ではないんですけども、その下のクラスとですね、面会をしてきたようですけども、そこで大した成果は上がっていません。というのは、明快にその、ムンジェイン政権の外交姿勢を改めてですね、西側同盟にの一員として、まあ、それなりの役割を果たすんやという姿勢が明快ではないんですね。明快ではない。なぜかと言いますと、さっき言いました通り、中国との経済関係があるんで、中国に睨まれて、またですね、ああいうその制裁を受けるのかなという気持ちが濃厚にあるんです。濃厚にあるんですね。で、もともと、伝統的、歴史的にですね、中国に対しては低姿勢なんですね。韓国の方が豊かな時はやたらと偉そうやったらしいんですけど、ここ、経済的にですね、ドドンとこう差ができてからはやたらとですね、こびると。向こうにはこびてですね、日本には豊け高になるというのが、伝統的なですね、あの国のですね、外交姿勢でございまして、保守政権になったところでですね、その基本は変わらないということになります。なんで、今のところですね、大きく変わる兆しもないですね。で、今回、オーカスというですね、オーストラリア、イギリス、アメリカの、まあ、これは対中というよりもですね、まあ、西側同盟強化しようぜみたいな、そんな形ですけど、まあ、ここに日本に入らへんかってこう言われてるんですけども、彼らがですね、そのお隣さんに対して入らへんかという言いそうな素振りもないですね。つまりどういうことかと言いますと、今すでにもう愉快なお隣さんは西側の同盟国なんかほんまっていう、アメリカは明快に疑ってるわけですね。ただし冷たくあしらって向こう側に押しやろうというつもりも全然ないわけです。とりあえず同盟国っぽい扱いはしてくれはします。でも当たりはもうものすごく冷たいですね、見てると。まあ当たり前ですけども、そのずるい小ずるい、どっちつかずで両方からこう利益を得ようというですね、どっちつかずみたいな政策がもうそうですね、前のパク・クネ政権の時から続いています。ですので、たとえその左派政権が保守政権に変わったところでですね、あいつらは大して基本は変わらへんねんというふうに見なされているわけですね。もうここどうでしょうね、左派政権が誕生したのは1998年ですか、8年7年8年か
じゃあ7年かですか、その辺りからですね、明快にこうアメリカとの距離がですね、だんだん開いてきたわけであって、今やアメリカとお隣さんはですね、同盟国とは言い難い関係になってるんじゃないかなと思いますね。で、ユン・ソクレさんがそれを戻せるのかっていうと、なんか今の感じからするとですね、戻らないということですね。